まずは突然いきなり作ることにしたからさ、ちょっとあんまり分量ないけど、くるみみんなに見せてあげて。くるみ、くるみ、くるみです。でこれをちょっと試着して、試着作ることになったから、こんな感じですか。スモ？じゃあ次は、今日買ったフィッシュを入れます。メックスメックス。メックスメックスして。これぐらいで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 。もう好きな分量入れまーす。でちょっとミックスミックスして、ミックス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 、こんな感じです。こんな感じ、こんな感じ。できました。ちょっと冷ましておいたのでカリカリ、砂糖がねこう乾いてカリカリなので、これをコンテナーに入れておきます。雨の時期、夜食べよっか。昼はパスタだからちょっとこれには合わないね。ケータの大好きなくるみと小魚、これをご飯と一緒に食べます。ケータ君何してるの？ケータだよ。いや知ってるよ、みんなケータなのは。ケータ君何してるの？水出しすぎ、もったいないよ。何してるの？寝ぼし。ちょっと待ってまだ入ってない。これじゃないの？この魚のやつ。じゃ全部好きなもんじゃん、これケイちゃんの。コールスロー、というライスとサーモン。フィッシュ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 
感想は？感想どう？キッシュとくるみどう？おいしい？口向いた？おいしかった？おいしくない？じゃあもうマミ作る方がいい？おいしい？